はい、こんばんは、こんばんは、こんばんはと、6月4日金曜日、漢方 JP 1時間ライブの日です。火曜日は30分ね。今日はお知らせしていた通り、生島先生の人と不安というタイトルなんですけども、20分ぐらい前から用意をしているんですが、編集長と生島先生が、スライド、パワーポイントがなんだかシェアできないようで、私は場をつないで話しますと。生島先生を目当ての方はちょっとお待ちいただいて、僕の話でもお付き合いくださいませと。さて、新古医学出版社公式チャンネル、一週間お疲れ様でしたと、本日もよろしくお願いしますと。米川先生、こんばんはと。米川先生は米子ですね。米子。マッスーさん、動いたってなんだろうな。お疲れ様。マッスーさんはこの前、翼刊さんかチンピハンゲ？お、来た！これでいけるのかな？そのコメントをしてくださって、結構な考察と今、実験をしているようなので、そんな実験の話を近々してもらいたいなと思っています。さあ、できたのかな？出てますか？人と不安。あ、見えますね。これでいきたいと思います。さて、ではそうすると、約2分遅れで、今日の、スピーカー、生島先生のお話を始めたいと思います。生島先生1時間ありますけれども、1時間全部話し切って、質疑応答がなくても結構ですし、早めに終わって、質疑応答でも結構ですし、途中で質疑応答でも結構ですので、では、よろしくお願いします。生島です。今日は人と不安について、お話をしたいと思います。前回、ざっと自己紹介をしましたけど、今日はですね、生島安郎の安について少し、自己紹介を兼ねながらお話をしたいと思っています。自分のルーツといいますか、自分の名前といいますか、どういう意味があるんだろうということで、名付け親の父に、聞いたんですが、覚えておらんとか、適当にとかって、明確な答えがなかなか出なかったんで、自分で探してみようと思っていろいろ探して、つい15、6年ぐらい前に、易経という本を読みまして、その中に、タイという字が出てきて、こういう、ものが出てきまして、一体何だろうということで、見てみましたら、これ陰と陽でできてるんですが、周の時代に易経というものができて、すごく古いんですけど、全部陰と陽でできてるんですが、長い棒が、これが陽なんですね。そして、短い二つに分かれているのが、いいなけです。で、上の3つと下の3つに分かれてるんですが、上の3つですね。で、1段目、2段目、3段目、それぞれ陰と陽がありますので、2の3乗の、8、8番。スライドが多分移動してない。え？スライドが1枚目の陰と不安になってるけど、大丈夫ですか？あ、こっち動いてるんですけど、動いてないですか？僕の方は人と不安が出てるんですけども、編集長殿はどうですか、セットアップ班は。あ、人と不安のままです。あら、動いてないですか。はい、はい、動いてないです。あちゃん。じゃあ、ちょっと2人で動く練習しますか。動かないかな。動かない。下に矢印で行きませんか。普通この画面行くんですけどね。行かないですね。じゃあちょっとミュートにしときますので、編集長と生島先生で動くのをやっていただいて、それでまた僕がちょっとお話をしましょう。
さて、車先生、こんばんは。はい、ありがとうございます。なんかサムネイルが変わったかな。さて、橋本先生、人と不安楽しみです。僕も楽しみなんですけどね。人と不安。なんか今でもドキドキしてるよね。このスライドが動くのかなと思って。はい、岸田先生、こんばんは。お疲れ様です。マッスーさん、何？陰の次が衆？陰の次が衆か？中国の王朝の順番か。なんかあったね。僕は秦からしかわかんないな、考えたら。中国すごいよね。さあ、マッスーさんは、さっきの続きで、まあ、秦氏実験、実際に試せってね、大塚先生がおっしゃってて、半下が入っているのは、僕は講演の時に、消去、ね、ごくまでに環境が入っているよって話をしたんだけども、そしたら、竹越先生が、僕の大好きな翼環酸化チンピ半下には、先生なんか半下があるんだけど、消去も環境もありませんと言われて、まあ私がちょっと詰まってしまったと。あ、動いたね。これ次動きますか？一回一回また時間かかるんじゃ大変なんだ。大丈夫ね。はい。ということで、マッスーさんからいただいたのは、そういうことで、今度時間をね、取って、マッスー先生の、新種実験のご披露をしてもらいたいと思っています。あ、次の火曜の予定です。はい。次の火曜、僕とマッスー先生が、なんだか、はい、お話をしたいと思っています。では、生島先生、お願いします。待ってくださいね。この一個前からがいいですね。これじゃダメですよね。うん。表紙の次から僕見てない。あ、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って。あ、大丈夫ですよ。ではまた私が。さて、渡辺先生が、人と恐怖が関係あるのは知っていましたが、そうなんだ。漢方で人と不安を結びつけて考えたことがなかったので、タイトルだけでも目から鱗です。いいですね。人、ね、人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 。まあ、腎臓って、昔はおしっこを作る臓器だってのは、それは分かった気がするんだよね。ペニスから繋がってるから。日本は、基本、動物を食べなかったって話だけど、まあ、そんなことはないと思うんだよね。僕はいろんな摂取はしたと思うから、摂取をしてる国なら、そりゃ、ね、大体腎は、尿と繋がってるなんて分かりそうだよね。ただ僕の勝手な理解は昔はペニスの先から精液は出るんだけど、精液が睾丸からだっていうのは結構分かりにくかったんで、多分僕は勝手に腎臓が精液を作ってるんじゃないかなって昔の人は思ったんじゃないかなって思ってんだよね。だからなんか精力が腎臓と関係したりするんじゃないかなって、まあ、僕の勝手な推測なんだけどね。まあ、そうやっていろんなものを考えると、うん、いろんな臓器があるけど、なんか、膵臓ってのは滅多に出てこなくて新しい概念だから。まあ、それは膵臓は消化酵素があるから、ただまあ、うん、しばらく置いとくと溶けてなくなっちゃうってことを、それは潜伏先生に聞いた気がするんだけど、僕はそれは半分酸性で半分は脳で、だって動物殺して食うときには生で食うんだから膵臓あった気がするんだよね。だから人間をこう解剖するんなら腐敗すると思うんだけど、向こうの農耕民族がそれこそね、いろんなことができたわけでしょ。いろんなことってのは虚勢だよね。つまり馬でも羊でも牛でも、うん、それこそいつもいつも発情期だったら扱いにくいわけで、生まれすぎても困るから、やっぱりそういう虚勢っていう技術が当然もう遥か昔にあったんだよね。で、虚勢って技術を人間にも使ったのが宦官ってやつだったわけでしょ。まあ、金玉取って、なんていうのかな、こう、性交渉の能力なくなった人が上がっていくっていう、まあ、ある意味とんでもないシステムだけども、ある意味王様からしてみたら自分の、ね、周りにいる女子に手がかかんないわけだから、それはそれで一番安全的もするし、それは人の立場で物を言うよね。僕は人は立場で物を言うなってのは最近特に好きで、なんでかっていうと、あれ、もう用意できたの？もう用意できた。じゃあ、こういう話はもうやめにして、じゃあ、宦官の話は今度ね。
じゃあ、さて、生島先生、では、はい、お願い申し上げます。声聞こえてますか？大丈夫ですか？大丈夫。はい。とりあえず、1枚目ですよ。はい。もう絵が動かないんで、そのまま行ってみます。うん。前回は、簡単に自己紹介をしましたけど、あれ？ちょっと待ってください。動かないですね。動かない？じゃあ大丈夫。それはまた動かしていただいて。じゃあちょっと切りますよ。で、さっきのね、カンガンの話ね。僕はあれは別に農耕民族からしたら当たり前のことで、農耕じゃないや、牧畜違った騎馬民族からしたらね。だっていろんなものを扱えたんだよね。だから一番簡単で必要だったのが、睾丸を切除するなんていうのが必要で。それが文化になったわけだから、日本からしたら宦官なんて制度はとんでもないと思うけど、僕は別に騎馬民族の世界の中だったら、別に羊や馬と同じだから、そうしたんじゃないかなってのは思うんだよね。で、立場で物を言うっていうのは、今オリンピック多くの人が反対だって言ってるけど、それは僕も反対でも賛成でもいいんだけど、ただ僕は自分の娘とか友達がオリンピック選手だったら、もう絶対やってくれと思うんだよね。そんなのさ、オリンピック出れるなんて一生に一回かもしんないじゃん。それこそオリンピックなんかさ、ワンの無前で世界選手権のさ、常連の人はどうでもいいよ。出ても出なくてもいいから。でもたまたま代表になった人が自分の子だったら、そりゃもうやってくんないと私は怒っちゃうなって感じだな。そういうことで。あ、もう大丈夫そうです。はい。生島先生、それで、回して、チクチクして動かしていっていただけると大丈夫だと思いますので、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい。今日は人と不安ということで、お話をいたします。前回、簡単に自己紹介をしたんですが、今日は、生島康郎の康という字について少しお話をしておきたいと思います。まあ、ヤスというのはですね、父に聞いてもですね、あんまり、名前の由来というのを教えてもらえなかったって自分で探したんですが、駅経という中に、こういうのが出てきまして、地天体というわけですけど、何やらわからないんですが、上の3本と下の3本に分かれていまして、それぞれ長い棒が陽です。で、短い、2つあるやつが陰です。で、これで、3つが、上の3つ、下の3つを合わせて森羅万象を説明しようというのが、易経なんですが、上の3つですね、まあ、1段目、2段目、3段目。で、それが、陰陽ありますから、8個出てくるわけですね。で、それを、八家っていうわけです。で、お相撲さん、相撲なんか見てると、行事が八家よいっていうわけですが、八家よい。要するにその家というのは、要するに運が良い。気は熟したので、攻撃をかけるいいタイミングだよっていうことを言って、いるわけですけど、まあ、昔で言うっていうか、柔道で言うところのムルクルチョってやりますよね。教育的指導みたいな、積極的に攻撃をかけなさいみたいな、それが八家用意の八家ですね。で、安野の安というのは上の三本が陰なわけです。で、下の三本が陽で、非常におめでたいっていうことですけど、上が地で下が天になってまして、これがなんでおめでたいかというと、陽は上に向かう性格がある。地っていうのは、陰というのは、下に向かう性格がある。それで当然、真ん中で混じり合うわけですが、その混じり合うっていうのがとても良いということです。で、漢方 JP のことを考えてみますと、知ってる人が知らない人に教えていく。新見先生が知ってることもあるし、知らないこともある。そういう、お互いに、僕たちは、その、新見先生を中心に集まってはいますけど、師弟関係ではありません。で、師弟関係ではなくて、みんな同じ目的を持っています。
世界に漢方を広めよう。で、漢方の底上げをしようという意味と、そして、知らない人には知ってる人が教えてあげようという、上下の関係ではなくて、対等の関係でお話をしたいということが、漢方 JP の目的であるし、そういうものかなと。で、その漢方 JP の目的に対というものがそのまま当てはまっていくんじゃないかと。で、天下太平でおめでたいと。ちょっと時間かかりましたけど。まあそういうことです。で、まあ本論に入っていきたいと思います。神論。神論というのは、ドラゴンボールっていうアニメがありますが、ドラゴンボールに出てくる竜なんですが、ドラゴンボールという世界に散らばった7つの、ボールを集めると、この竜が出てきて一つだけ願いを叶えてくれるっていう。神論は、神様ではないんです。竜の形をした神様というのは、竜神と言います。神論はその逆で、神論で固有名詞なんですね。で、火を操る竜は火竜、水を操る竜は水竜と言います。じゃあ、神論というのは、神を操る竜ということになるわけですが、果たして一体どういう意味なのかなということで、皇帝大帝の中にその答えが出てくるようです。祖門、霊数で、南行に分かれて出てきますが、神は神を造す。この神ですね。神論の神です。肺は吐く、肝は根、火は意、神は死を造すという。造するものということで名前がついていません。で、霊数になると、神のところが死ではなくて生と死を造するっていう形になります。南行では火のところが意と地を造するっていう形で、だん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 こう説明が増えていくようなんですね。で、次にですね、五臓が造するものということで、肝は根なんですが、コンパクという言葉があります。で、コンパクの根というのは、根は精神に支えられる魂。で、吐くは肉体に支えられる魂という説明があります。で、今の辞書を引くと、コンパクっていうのは出てくるんですが、少なくとも5つの中の2つが魂という意味を持っています。じゃあ、それ以外はどうなのかって言って見てみると、真の真ですね。神論の真っていうのは果たして、魂という意味があるのかどうかっていうのを見てみると、例えば、失神っていう言葉があります。神をなくす、真をなくすっていう、意識がなくなった状態を言います。じゃあ、真っていうのは意識のことかっていうと、ちょっと違うなと。心身喪失という言葉もありまして、例えば、その、覚醒剤中毒の男が、なんか立て思ったりする事件がありますけど、覚醒剤で心身喪失状態だったとかって言って、まあニュースとかで、よく話題になりますけど、意識はあるのに、自分でないような行動をしてしまうようなことですね。で、そういうのは心身喪失と言います。神経って言いますね。経っていうのは道ですよね。で、神っていうのは、果たして神様じゃなくて、これ魂の道っていうふうに考えると、頭の動けって考えたものが、そこの筋肉が動く。言うと、まあ、神っていうのは魂の意味があってもいいんじゃないかなと思います。で、火の意と地っていうふうに書いてありますけど、地っていうのは、知恵とか、才知とか、英知とか言って、なんかまあ賢そうな感じのニュアンスですよね。で、そういう、心理的な、作用をするようなものっていうふうに捉えると、それもまあ、魂って考えていいのかなと。から、性ですね。人の性。ね。これは、例えば、精魂という、精魂を込めて何かを作るとかいう言い方もあるし、精霊とか、精神科の精神もこう、これですよ。この精と、この精とこの心ですよね。で、精神科の精っていうのは、さっき言われたように、先生が先ほどから説明されているように、男性の、セクシャルパワーとか、
そういうこう、リプロダクションに関係したものを性というふうな言い方をしますけど、じゃあ精神科の精神っていうのは、例えば男性のパワーであるとか、神様を扱うところじゃなくて、やっぱ魂を扱うところって考えた方が、まあ、スッキリしますよね。だから、性も心も魂って考えていいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、五臓の機能区分ですけど、まあ、これはどこでも出てくる話なんで、まあ、そういうことを、ですね。で、五臓の機能と開胸ということで、肝は目に開胸する、心は舌ですね。脾は口、肺は鼻、腎は耳に開胸します。だから、開胸するっていうのは、それぞれが、まあ、顔面ですね。顔面の、穴に、関係して、そこになんか症状なり、所見なりが現れてきますよっていうことですね。だから、腎は耳に開胸するって書いてありますけど、だから、耳の症状を、保身剤で解決することもあるっていうことですね。で、七情というものがありまして、七つの感情があるわけですが、それも、五臓にそれぞれ、関係していまして、さっきの魂と魂の本来的な感情とが結びついているっていうふうに考えると理解できると思います。で、ドラゴンボールも何個ありますねっていうことで。次ですね。はい。で、性ということが、まあ先ほど先生、社長、先ほどから何回か説明されていますけど、性というものを、まあ生殖っていう意味で、よく、一般的によく使われています。だけども、漢方ではエネルギーという言葉もよく、エネルギーという意味でよく使われたりすることもあります。例えば、後天の性とか先天の性とかですね、エネルギーのことをまた性って言ったりすることもあります。で、あと、ここで言う魂ですね。魂。まあ、ソウルと書きましたけど、こういう意味で、この三つの意味で、使われて、それが人気って言われたり、人生って言われたり、ただ生って言われたり、正規って言われたり、いろいろな形でこれがもうごっちゃになって使われているのが現状です。だから、生という言葉、もしくは人気とかいう言葉を聞いたときに、それが果たしてエネルギーなのか、生殖なのか、魂なのかということを、鑑別しながら聞いたり読んだりしないといけないっていうことです。で、東洋医学会が出している、東洋医学用語の訳っていうのが、英訳っていうのが出てるんですけど、エッセンスって書いてありますよね。で、この三つにどうしても当てはまらない。で、エッセンスとして、性をエッセンスとして使うときには、例えばアロマオイルの精油みたいなものを精製して何かをこう、純粋なものを取り出したものを性っていう言い方をしますけど、漢方医学の中では性、エッセンスという意味ではなかなか出てこないです。むしろ。ですね。だから語訳だと思います。で、エネルギーとしての性っていうのは、まあ、こんな形で出てくるんですけど、まあ、先天の気、先天の性と呼ばれたりします。で、後天の気。で、これが、後天の気は火を通して、入ってくる。で、先天の気は腎を通して、入ってきて、で、それが合わさって、ここでも性という、性気っていう意味、言葉がまたここで出てくるわけですが、それから、それらが肺に入って天空の気と一緒になって、栄というものになって、それが全身に配われ、配分されていって、肝気とか心気っていうふうな意味で、また腎気っていうことでエネルギーとしての腎気が出てきます。先ほど、言ったように、先天の成分ですね。から、性は腎に造され、次第に中性して成長発育を促進すると。思春期になって人生が充実すると、まあ、天気が上して、かんということで、生殖に関する記述がここにもあります。はい。じゃあ、それでは、西洋医学では魂をどういうふうに考えてきたかっていうと、まあ、1986年からのフロイトの活躍によるものですけど、
意識と無意識という形で出てきまして、人の行動というのを 90% 以上というのは無意識で行われていて、それが意識されることはないわけですね。で、そこに焦点を当てて、不安症の治療を始めたわけです。で、フロイトがやった方法というのは精神分析っていうやり方で、このような図で、示されますけど、まあ、患者さんが、長い椅子とかソファーとかに横になっていて、そこで、まあ、ふんふんって言って話を聞くと。で、自由連想法といって、まあ、いろんな、こう、まあ、取り留めもなくずっと話していくわけですが、結局非常にその、主義的には非常に難しい、から時間もかかるということで、もっと簡単に、精神分析できる方法はないのかっていうことで、交流分析とかエゴグラムというものが生まれてきました。で、交流分析っていうのはアメリカのエリック・バーンが考案した理論体系で、無意識を親と大人と子供に分けます。で、それで質問票があって、あなたはこういう場合どうしますかっていうことで質問していって、こういうことをしますというと、それは親としての行動だねとか、大人としての行動だねって子供っぽいねとかっていうことで分けて分析していくわけです。で、エゴグラムは、その親っていうものを二つに分けます。で、厳格な父親と優しい母親。まあ、CP とか NP って言うんですね。大人は理性的な大人。これはそのままですね。子供は二つに分けます。自由な子供と従順な子供。まあ、エリック・バーンの弟子で、ジョン・M・ディス、ドゥセイっていう人が、まあ、1906年に考案したわけです。で、一つ一つ見ていきます。で、CP、クリティカル・ペアレントっていうのは、理想とか良心とか責任とか批判とか、こうあらねばならないっていうような、その父親的な厳しい部分、正義感とか倫理感とか、そういう機能的なものを持っています。で、行き過ぎると、まあ、創造性を抑えて、懲罰的で厳しい面もあるんですけど、社会秩序の維持能力とか、理想追求などの面が肯定的で、例えば、政治家とか、警察官とか、そういうその、善悪の判断をするような、そういう、機能的な部分ですね。次は、優しい母親ですね。ナーチュリングペアレントですね。NP って訳します。で、これは母親的な部分で、その父親のそういう、その、何かを当てはめるというようなことではなくて、とにかくまあ共感したり、思いやりを持って接したり、保護であったり、需要など、親身になって世話をして、同情的で愛情が深い。で、これが行き過ぎると過保護になってしまって、何でもしてあげて何もできない子供が育ってしまったりするわけですね。アダルトですね。アダルトっていうのはまあ、大人とはちょっと、親とはちょっと違う大人っていう概念なんですが、まあ理性的に判断をする。客観視をして情報を収集して、冷静に計算をして未来を推定していく。で、行き過ぎると、まあ無感情で、機械的で、損得だけで考えるというふうなことになってしまうわけです。で、フリーチャイルドっていうのは生まれながらの部分ですね。無邪気な子供って訳してありますけど、もう何をするにも自由ですね。快楽的で天真爛漫。で、直感的な感覚を持っていて、で、これが創造性の源になっていて、豊かな表現力を、醸し出すものになっています。まあ、芸術家、画家とか、音楽家とか、タレントですね。テレビのタレントなんかに多いですよね。で、わがままで無頓着で刹那的になってしまったりすることがあります。はい。次は AC、アダプテッドチャイルドですね。従順な子供って言います。まあ、嫌われるのが怖いので、まあ、何でも親の言うことを聞いとけとか、教師の言った通りにしますとかっていう、とってもそのいい子として育つわけですね。いい子だから、逆に言うとその構われなくて育ってしまうので、非常に不安、な子供が育ってしまうんですね。で、言われるままに振る舞って他人の目をとても気にしてしまいます。で、まあ何かをとてもその、嫌われるのをとても怖がってしまって、嫌われないようにしようって一生懸命こう頑張ってるんですね。で、それがこう不安のもとになったり、憂鬱のもとになったりしていきます。
で、まあ、AC なの、PC なのといろいろかを言うわけですけど、よくわかんないんで、ドラえもんのキャラクターを使って説明しますと、CP、父親的な心ですね。そういうのが、ジャイアンに相当します。で、怒りっぽくて、自分の言うこと聞けないと殴ったりもするわけですね。で、FC ですね。フリーチャイルド。フリーチャイルド、スネ夫に当てました。お金持ちで、買いたものは何でも買ってもらえて、新しいおもちゃとかもすぐ買ってもらえて、すぐ、ジャイアンと一緒に遊んでるっていうことですね。から、A はアダルトですね。アダルトは出来すぎくんですね。賢くて冷静に判断をする人なんですね。から、NP、NP ってのはナーチュリングピアレント、母親的な心は、こう言って静香ちゃんですね。静香ちゃんの言うことは、ジャイアンは泣いたり何でも聞いて、まあそうだねって言って、まあ、静香ちゃんだけはジャイアンを、まあ、牽制することができるんですね。AC、アダプテッドチャイルドのノブタ君ですね。ノブタ君は、怖がりで臆病で、その、人の言うことを何でも聞くんだけど、時々爆発して、あいつをやっつけろ、みたいなことを言ったりもします。まあそういう、そのエゴグラムのキャラクターを一つ一つドラえもんに当てはめてみました。で、五臓と七臓とエゴグラムっていうのはとても一致するわけですね。で、さっき言った怒り、感の、怒りっていうのは、まあ、CP に相当して理想とか良心とか責任とか非難と正義感とか倫理感を表すことになります。で、心は FC ですけど、非常にこう、気ですね、喜ぶ心で、天真爛漫で直感的な感覚、そういうものが喜ぶ心につながってきます。で、死は、火の地に当てましたけど、死っていうのは、実はもう漠然としすぎていてよくわからないんですが、火の地っていうことから言うとですね、地っていうのは、まあ理性的なものの考え方っていうふうに考えると、死っていう意味が限定されてきます。この、それが、まあアダルトに相当するんじゃないかなっていうふうに思っています。で、肺は吐くですけど、これがその、火とか、湯とかっていうことになりますが、この火を悲しみとだけ取ると難しいと思うんですけど、例えば仏教でいう慈悲っていうふうに考えると、これが優しい心を共感するとか思いやりとか保護とか自由とかいう意味が、これで出てくると思います。で、人は、驚いたり怖がったりすると、とてもいい子なんだけど、不安とか、恐れとかっていうものと関係してくるということで、ここを AC にしました。で、五臓の魂というものがそれぞれ精神分析の無意識と非常に一致する。で、そのことが心身心尿という、漢方でいう心身心尿の、心と非常に一致するわけです。ということは、精神分析の無意識が、五臓の魂と一致するわけですから、東洋医学は2000年目から精神分析していたっていうことが言えるんじゃないでしょうか。から、漢方の診察っていうものは、患者と無意識との対話っていうことになるんじゃないかなと思ってます。で、まあ一つ、これを、全部まとめて一つの表にしたのがこれですね。まあ、後でコピーして使っていただければいいと思います。で、創生創国、五臓には創生創国というのがありまして、肝は心を助けています。心は火、火は肺、肺は腎、腎を肝を助けています。から創国っていうのは、肝は火を抑制します。で、心は肺を抑制し、火は腎を抑制し、肺が肝を抑制し、腎が心を抑制すると。で、その、この、その創生創国を利用しながら、その感情を、まあ、コントロールしていこうじゃないかと。そして、その感情から生まれてくる、例えば、ドっていう、肝臓のドという、感情を、肺の火で、
抑制していったらどうかなっていうのが、今回のテーマになってきます。で、今日は、まあ、腎ということをテーマにして、お話を少しずつしていくんですが、まあ、抗体体系の中に、まあ、疾病の診断治療における重要な点が、ありますということで、それは何かというと、病人と接触する中で、問いたずねずその病状を売ることですと。で、静かな環境を選んで、門やとも窓をしっかりとして、病人との関係を密接にして、根気よくきめ細かく病状を尋ねます。病人に少しも心配させてはならず、思う存分に洗いざらい話させて、その中にある真相を売るのですと。まあ、要するに、きちんと問診すると、それだけでいろいろな症状が取れることがあるということを言っています。で、まあ、現代的に言うと、傾聴であるとか、受容であるとか、共感であるとか、まあ、そういうことが、まあ、2000年前にも言われているということですね。で、あらゆる感覚は、まあ、脳の構造にちょっと触れたいと思うんですね。で、あらゆる感覚、見たり聞いたり、嗅いだり、触ったり、熱いと思ったり、痛いと思ったり。で、すべての感覚は、脊髄、脳幹を通して、まず大脳辺縁系に入ります。で、大脳辺縁系で、怒りとか、恐怖とか、そういうものを感じて、そしてその後に前頭葉に理性、前頭葉に移って理性的に考えるという形です。だから、いきなり、理性でそれをコントロールするっていうのはなかなか難しいわけで、その感情をまずコントロールするにはどうしたらいいのか。ここに入って、まずここに入ってくるわけですから、それをまずコントロールしなければいけないということですね。で、すいません。で、辛かった過去を過去のこととして語って、言語化して、で、ここにある、大脳辺縁系にある、怒りとか、恐怖とかいうものを、不安とかいうものを言語化することによって、言語化していく過程で、記憶の膝を前頭葉に移すわけです。そうすると、前頭葉に移したら、そこが、前頭葉そのものをコントロールすることができるので、そうすると怒りとか不安とかいうものが消えていきますよっていうのが現代医学的な解釈になってきます。で、不安というものを考えたときに、不安というものは不安になるきっかけに驚いたり怖がったりするエピソードがあるわけですが、ただこれをストレスありませんかみたいな聞き方をすると、なかなかその驚いたり怖がったりしたことをストレスっていうふうに感じたりしない人もいるわけで、ストレスありませんかじゃなくて、驚いたり怖がったり、なんか怖い思いしたことありませんかっていうふうに聞くと、こういうことがありましたっていうのは、まあ、よく患者さんに聞いたりするんですが、驚くことで怖がることが、まあ、不安につながるわけですが、驚くことは、腰を抜かすと言いますし、怖がる人のことは腰を抜けています。で、腰を担当するのは、腰からしたら腎が担当していますので、不安と腎というのは関係あるんじゃないかなっていうことですね。はい。驚くことですね。驚くことは玉蹴るって言います。で、五元時点というのがあって、それを引くと、魂が消える意味だと出てきます。で、腎虚というのは驚きやすくて、そしたら、この時消えかかる魂というのは人生に違いないわけですね。そうすると、腎虚っていうのは腎の魂、この人生が消えやすい状態だというふうに言い換えることができます。したがって、腎虚を治療すると、驚きにくい、怖がりにくい魂を作ることができます。これが不安症の本質というふうに考えたらどうでしょうか。そしたら、腎にあったはずの魂、消えた魂は一体どこへ行ったのかなっていうのが疑問です。さて、これを解決するのが、陰中遮練ということですね。で、陰中遮練というのは、まあ、だらだら読むと大変なんで、ここだけ読みますけど、気陰に上昇し、上、遮肉のごとくっていう、この条文が、陰中遮練のことを言ってますよっていうことはよく言われるんですが、一番最後のところを見ていただきたいんですが、腎気上昇して、高陰、即逸しっていうのが出てきます。で、この腎気なんですが、今までは多分エネルギーという形で
捉えてこられた方が多分多いと思いますが、これを魂っていうふうに言い換えていくと、消えた、人から消えた魂は喉にへばりついているんだなということがわかります。で、私たちが尊敬する増田先生なんですが、症例による漢方治療の実際という本をお書きになっていて、その症例番号118番と121番に不安神経症が出てきます。で、使用した漢方薬は半肉を木刀薬化酸化、神なんですが、実は先生、詳細に記録を残しておられて、娼婦夫人が見られたよっていうのも回答があります。ところが、娼婦夫人に対して保身剤使われていません。で、実は118番は再発をしたと。今日、半玉木刀を使っていたんだけど、再発をしたっていう記述がありまして、ただこれを偶然の一致として見えるのか、自然的に、娼婦夫人に対しては何もしなかったから再発したんじゃないかっていう疑いを僕は思ってるんですが、それが偶然なのかどうなのかっていうことを、ちょっと、調べてみたいと思います。で、院長社連って言ったときに、人生が人から離れて喉にひっついて、いるというのが院長社連です。で、それで、そこに半下香木刀を加えると、人生が喉から離れて、人に戻ってきます。だけど、人虚が著しく、ひどい時には、また人生が喉に向かって、へばりすぎてしまう。再発を起こしてしまうということが言えるんじゃないかなと思います。で、そこに保人剤を使うと、人生を喉に、喉から人生に、人を移した人生に、人に戻ってきた人生を保人剤が、しっかりと固定してしまうっていうことになるんじゃないかと。そして、その固定し、人に、人生を人に固定するということが不安の解消につながっていくんじゃないかなと僕は考えています。で、正常というのは、人には人生を、人という器の中に人生を入れておくことができるっていうのが、そういう力が本来備わっているというのが、正常なんであって、人虚の時は、人にいるはずの人生がふらふらふらっとどっかに行ってしまうと。そういうことが人虚で起きますよということで、そこから人から人生が離れることで不安が生じるんだという考えです。そして、保人剤はそのふらふらと出ていった人生を元に戻して固定するっていう。で、その固定した時に、不安がだんだん消えていくっていうふうに考えています。で、それが、人は脳虚を司るっていう文が、人のところに出てきますけど、これが脳虚を司るっていうことであって、で、この脳虚の気っていうものも、実は人生の性であろうと。人の魂を人っていうものは収めているんだというふうな解釈を僕はしました。で、納得できないっていう言い方が、納得できないっていう人がいるわけですけど、納得できないときには、二つの、方法といいますか、半下香木刀を使ったり、半下写真刀を使ったりします。で、半下香木刀のときには、喉の使いとして現れます。で、このときに、納得できないということを、腑に落ちないっていう表現をします。で、腑に落ちないの腑っていうのは、五臓六腑の腑を書きますが、じゃあ六腑の中のどの腑かっていうと、実は胃の腑であって、胃の腑の上で使えている状態が喉の使いになっているわけです。だから胃の上の臓器、つまり食道ですね。食道っていうのは喉から横隔膜まであるわけですが、そこのどっかで使えていると喉の使いということが出てきます。でそれは半下香木とかよく聞くということです。で、半下写真刀は、半下写真刀は、腹鳴が、一つのキーワードになるんですが、
それは腹の虫が収まらないっていうやつですね。で、腹の虫が収まらないっていうのは少し怒っている状態で、半夏国土はただ不安なんですけど、半夏写真とは少し怒っていて、下痢とか軟便とか難治性の口内炎があったり、口の周りのニキビが出ていて、こういうものすべて含めて胃の熱っていうふうに捉えてます。で、その胃の熱を、解消してくれるのが半夏写真等だというふうに思います。で、腹の虫が、で、患者さんによく言うんですけど、腹の虫が収まらないみたいですねと、じゃあ腹の虫が収まるようなので出しておきますって言うと、ぐふって言って笑ってくれます。はい、次は本当気病です。本当気病というのはパニック障害なんですが、パニック障害の特徴は、予期不安。あなたどうしよう、こうなったらどうしようという予期不安と、パニックの状態になることが特徴なんですが、緊急略に本当気病の記載がありまして、うんぬんかんぬんこう出てくるんですが、実は、不安という字が出てこないんです。予期不安という不安の字が出てこないんです。一回も。で、緊急略が書かれた頃っていうのは、まあ、三国志の時代で戦争ばっかり、中国の至るところで戦争ばっかりやってたわけですけど、家が焼かれたり、人が殺されたり、自分の家族が殺されたり、自分も怪我をしたりして、非常にこう、世相としては非常に不安定な時期だったと思うんですけど、不安がたくさんあったと思うんですけど、その不安っていう言葉が出てこないんです。で、代わりに、驚くとか怖がるとかいう字が、驚くについては3つ何回出てきますし、こういう驚く怖がるが5回出てきます。で、緊急略というのは木簡とか竹簡に書かれてきたわけですが、非常に、短い文章で、書かれているわけですが、その中に、驚く怖がるが5回も出てくるっていうのは非常にその、異例のことでして、こんなに何回も出てくるっていうのは非常に重要なことじゃないかなと僕は思いました。で、緊急医薬そのものの中に、じゃあ、パニック障害の中に不安という文字が出てこないわけですから、じゃあ、緊急医薬全体では不安という字はどのように扱われているのかというのが疑問になりまして、調べてみました。そうすると、実は4回しか出てこないんです。4回です。で、よく見ると、崖不安ですね。で、新婚不安、心境不安、新婚不安という、あ、困迫不安、新婚不安という、出てきますけど、1番と3番、2番と4番は全然別の使い方をされています。で、2番と4番というのは、魂も魄も魂だったんですね。で、心も魂も魂だったわけです。で、僕たちが不安っていうときには、精神不安という言い方で、言うわけですけど、不安の前に、生とか心、魂という言葉が2つ重なって使われているのが本来の精神不安のと同じ意味で使われているんだと思うんです。ところが、餓鬼不安っていうのは、果たして、そういうものではなくて、寝たり起きたりするのがスムーズにできない。ぐらいな意味で取った方がいいんじゃないか。まあ、心境不安もそうなんですけど、こっちのグループとこっちのグループは全然使い方が違うなっていうことを考えました。で、さっきの本当に病を見てみると不安が出てこない。その代わりに、驚く怖がりがいっぱい出てくる。ということは、不安の代わりに驚くとか怖がるという言葉が代わりに使われてるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、ちょっと皆さん、まあ、鏡がある方は鏡見ながらでいいんですけど、びっくりする顔をしてみていただけますか。びっくりちょっとしてみてください。びっくり、そうですね、はい。で、実はびっくり目玉ということをちょっとお話ししたいと思うんですけど、目ん玉飛び出るほど驚いたということがよくあります。で、こんな感じの顔になりまして、皆さんそんな顔したと思いますね。で、びっくりすると、どうして目ん玉が飛び出るんだろうか、ということで、これは観相学って今、顔の
表情とか、その仕草とかいうものを見て、その人がどういう心境状態にあるのかというものを見るんですが、三白眼と言います。黒目の下に少し白目が出てくる。これが三白眼です。ですね。で、上下に出てくるのをこう四白眼って言うんですけど、これびっくり目なんですよね。で、目ん玉が飛び出るんじゃなくて、目ん玉が飛び出るのは、例えばバスで飲み物の時は目ん玉本当に飛び出るんです。前に出てきます。だけど、びっくりするときには、眼裂が開くんですね。で、それなぜかというと、不安時は交感神経が優位になって、それで眼裂が解体するわけです。だから、患者さんが入ってきて、じーっと目を見ていくと、時々パッと目が開くことがあるんです。で、三白眼になることがあるんです。で、それをもって、もうほぼ間違いなくその人は不安症です。尺十病という、病態が記載されているところがあります。で、本来は、お腹の中に塊ができたり、痛みがあったり、張りを比較するような症状なんですけど、いわゆる腫瘍とかしこりなどの組織の塊のことを意味しています。で、尺は有形で固定して動くことはなく、痛みも一定で、お血の滞りが次第であると。で、銃は無形で集まったり散ったりして痛む部位も変化して、機器の滞りが主。で、これらが、だんだん、尺十病を、機能異常と見る見方が定着していって、銃の意味が、尺十病の意味が、尺と混合して使われていったりします。で、難行とか諸行原稿論などを見てみると、人尺またの名を混沌という言葉が出てきます。僕はびっくりしたんですけど、パニック障害ですね。混沌気病ですね。混沌気病というのはパニック障害ですが、パニック障害は腎臓の病気だよってさらっていってしまっているんですよ。これはちょっと僕も驚きましたね。じゃあ、腎を治せば、パニック症が治るっていう話をしてるんですよね。はい。で、まあ、腎、中医学で腎不能期っていうことが、病態が出てくるわけですが、今までの説明をちょっと繰り返してみますと、吸気の障害であって、息が吸えないと患者は言うわけです。で、肺は呼吸を担い、腎は吸気に関わっていて、腎に精が充満していなければ、吸気した気を肺の出向作用は腎に収めることができない。腎に収めることができないので、腎不能器って言うわけですが、腎が欠損して、陽が陰を意識せずに、虚陽が浮上するために気が戻れなくなる。すると、肺気は加工できなくなるので、気薬して喘息が起こるって書いてあるんですよ。吸気の障害なのに、喘息って書いてあります。僕の理解はですね、喘息っていうのは吸気の障害じゃなくて呼気の障害なんですね。で、こんな説明、長ったらしい説明をされてるんですけど、もうはっきり言って中等感覚です。こんな説明で納得できません。で、納得できないので、自分で、納得できる答えを探してみました。はい。で、不安時の呼吸っていうものを、考えたときに、不安時の呼吸っていうのは、本来は、ここに、まあ、安静時の呼吸って書いてあるんですが、それがだんだんこう上に、不安時になってくると、だんだん上に上がっていくんです。で、息を吸ったところで吸ったり吐いたりを繰り返している状態です。で、肺は下膨張になっていますので、そうすると、不安時の呼吸が、通常はこの辺で、呼吸していて、そして、これがもっと上に行くと、これ以上吸えなくなるわけですね。で、最大吸気に近づけば近づくほど、息が吸えないっていうふうに患者は感じてしまいます。で、肺の下膨張になると心臓が圧迫されます。で、心臓が圧迫されると、拡張不全で拍出量が低下します。拍出量の低下を心拍数を増加させて対応しようとします。それが動悸になります。で、ドキドキを自覚するようになると死の恐怖を感じたりパニック障害になっていくわけです。で、こういう人たちに
なんか不安を感じたときはどうしたらいいのっていうことで、こうしなさいっていうのは、息を吐け、吐いてくださいと。息を吐けば、息を全部吐けばここまで持ってリセットされて普通に呼吸できるようになりますよっていうことを言います。で、まあ通常は、積極的にため息をついてくださいと。ため息をつくのをとても嫌がる人がいるんですけど、もう全然関係ないです。もうため、もうどんどんついてくださいっていうふうに患者さんを指導すると、不安になったり、過呼吸になったり、パニックになったりするのがぐっと減ります。人と不安ということで、ググってみるといろんなものが出てくるんですが、外陰部痛とか外陰部の違和感とかが人材で治ったという話。それから、ハチミジョウガンですね。多くの漢方薬がチトクロン P450-3A4、CYP3A4、CYP2D6 に対して阻害作用を持つことが知られていますと。ハチミジョウガンは CYP3A4 に対して強い阻害作用を持つボタン P 経費を含んでいます。ベンドジアゼピン系の抗不安薬は CYP3A4 によって対処されるため、これらの漢方薬とベンゾジアゼピン系抗不安薬と併用すると、ベンゾジアゼピン系抗不安薬の血中濃度が上昇する可能性があるということです。ちょっと早くして申し訳ないですけど、要するに逆に言うとですね、漢方薬、特にハチミジョウガンなんかを、ベンゾジアゼピン系の薬と一緒に使うと、ベンゾジアゼピン、抗不安薬の節約作用になる。です。から、次はですね、ごめんなさい。清水先生という方が慢性疾患時と心の問題という形で、科研の、報告をされておられます。で、恐怖不安は圧倒的に腎臓疾患時に多い。で、無症候性血尿時で医学的には恐怖を感じる必要は全くないのに、恐怖を感じてしまう人が多いということで、逆に喘息時では恐怖不安は少ない、または完全感覚器にある白血病では不安は少なかったということで、こういう人こそ不安を感じるべきなのに、腎臓の病気でしかも軽微な腎臓の病気なのに不安を感じてしまう人が多いということが述べられております。で、清水先生というのは全然漢方と関係ないところで仕事をされている小児科の先生なので、漢方の、そういう知識は全然ない人なので、非常に信憑性があるかなと思って見てました。で、次は、腎虚と腎疾患の関係なんですけど、木下優子先生が、41名の胃透析患者を対象にした腹部所見を挙げられております。で、41名中、小腹部腎が33例に見られていたと。で、一番下の、最下成長腫も3例あったということで、まあ、腎虚を示すような所見が、かなり、胃腎透析患者の中でかなりたくさん見られているということですね。で、そういうことを考えると、腎虚っていうのは腎虚として、そのまま、腰が痛いということだけで存在するんじゃなくて、不安と関係し、腎疾患になると腎虚になるし、不安にもなると。で、この三つを一つの、まあ、カテゴリーって言いますか、腎虚症候群って言ったらおかしいかもしれませんが、一つのカテゴリーとしてセットで考えていった方がいいかもしれないというふうに思っています。次、症例です。で、32歳の女性で、動悸が主となんですけど、うつ病という診断が過去にありました。で、もともと20代から頻脈の傾向があって、5年前うつ病で近親療内科に出院するも、妊娠が発覚して、中断。で、23歳で結婚して、26歳で離婚、23歳で再婚して、不妊治療後に妊娠して、4ヶ月前に出産して、で、現在の幸せな結婚生活が壊れるのが怖いと思うようになり、疲れると同居するようになった。で、めまい、地面肩こりがあって、夢を見やすい、下痢しやすい。
夫が岐阜の家業を継いで4ヶ月後に飲食店を開業することになっており、うまくいくかどうか不安であるということで来られました。で、血圧はちょっと低めですけど STII で特性は73、上体が50で非常に高いです。で、脈が沈減、全身炭鉱、白白体、歯根があって、舌下静脈が突如して、心下部の冷下、最上期、心室の再下腹部、両側の下腹部の経度圧があって、腎気胸、プラス心気胸っていうふうに判断して、八味腎がんと軽視か、牛骨ボレートを取り出しました。で、不安が強いということで、アルプラゼンも2錠出したんですが、次の経過がですね、こんな形で、もう、2日後、アルプラゾーム2錠飲んだけど眠くて仕方がないので、寝る前の1回だけにしましたということで、もう、普通なら、まあ、2錠でも足りないかなぐらいで思ってたんですが、そういうことで、減量しないといけなくなりました。で、1週間後動機はあまり変わらないが気分的になくなって耳鳴りがしなくなってたまにクラッとするめまいがあって、動機も、3分の1ぐらいになってたまに動機がすると。2ヶ月後翌日間も半分以上に減って気持ちを切り替えてくれるようになったと。動機は急激に改善して夫の飲食店開店前後に一時的に悪化しましたけど経営が落ち着くと症状も軽減して、まあとても元気そうにされているようですね。で、症例にこれもうつ病の既往がある方ですけど、55歳の看護師さん、しびれ、咽頭の閉塞感があって、7年前中央病院の救急病棟の看護師長になって病院の建て替えや人事などで診療があって、権威でうつ病と診断され、両下肢の人事にするしびれ感があって立っていられないくらいだったと。新しいことを何かしようとすると緊張して不安になって喉の疲れた感じがあって、バロキセチン、イチゾラム、トキシャクヨクサンを1年半処方されて経過したと。で、2年前、両足の痺れ感が再発して、トキシャクヨクサンを内服していますけど、イチゾラムを豚用で使っていて、ゾルピデムも眠れない時だけ飲んでると。まあ、この人も STAI で、特性不安、状態不安が非常に高い。で、気体と腎虚というふうに診断して、最後は肋骨割れと五射腎気がんを使いました。で、五射腎気がんで、最後は肋骨割れと五射腎気がんで、しびれはあっという間になくなってしまいまして、1週間後、ほとんど咽頭閉塞感もなくなってしまって、で、まあ一応症状もあったということがあって、立候補に変えました。で、そのまま、警戒して、STI もほとんど正常になってしまいました。で、ここで、うつ病のイメージをちょっと簡単に説明しておきたいんですけど、まあ、心に効く漢方という記念物先生が書いておりまして、うつ病の3症状、抑うつ感と意欲低下と不安感ということで書いておられます。で、抑うつ感を、感うつっていう表現をします。もう期待ですね。で、それに対して力剤を使えばいいでしょう。から、意欲の低下は、非うつっていうふうに考えたんですが、うつ病に関してですね、意欲の低下というのを、非うつっていう言い方をしたらどうかなと思います。で、それに対しては補給剤を使う。で、その、不安感というものに対して、腎うつっていう言い方をして、これには補給剤を使ったらどうかなっていうふうに考えています。で、三ついっぺんにやる必要はなくて、強いものの二つだけを治す。あとは大体、治ってくるようなので、一番強い症状の二つだけを治していけば、大体、うつ病なんかも治ってきますし、新型うつ病なんかも、抑うつ感もあるんですけど、むしろ、不安感から来る抑うつ感であって、これもさっき言ったように、不安感を、補腎剤、意欲低下を、補脾剤、で、抑うつ感を力剤で治していくというふうな、イメージを持っております。で、動機に関しては、ここですね。腎が心を抑制する相克の関係にあるわけですけど、腎虚で恐れとか、怖がったり驚いたりして不安になっている状態なので、腎は、
人虚になっていまして、人が、心を抑制しないといけないことができなくなっていて、心が暴走して動機になっていると。それに対して安心剤を使うし、補人剤と一緒に使えば、この状態は良くなっていきます。症例3ですね。で、薬剤師の方でやっぱり咽頭閉塞感があって、5年前から喉の疲れた感じ、近畿で半脈北東を処方して警戒していたけども、2週間目、些細なことで職場に通ると心になって、相手の口を怖いと思って、その後同居するようになったということです。で、やっぱり、特性不満ってところね、とても高いですね。で、最上級があって、心筋入居と考えて、ネクミガンとケシカリコスボレートを使いました。で、半減恐怖等で取れなかった咽頭異常感が、これで2ヶ月ぐらいですっと良くなりまして、腰痛も良くなって、どんどん落ちてしまいました。で、これは53歳の男性ですけど、冷え症で、5年前糖尿病があって、心筋梗塞、心不全、慢性腎不全ということで、意識障害があって、救急で運ばれて、そこでも人工透析が開始されて、で、それ以来、透析のたびに震えるほどの肩の冷えを感じて、夏でも毛布や布団をかぶって透析受けるようになりました。で、主治医の勧めで当院を受診しました。で、五射腎気がん、右のような、小腹腎を持って、五射腎気がんと経口薬物ブレートを投与しました。で、翌日からです。もう足のしびれとか寒気はすっかりなくなって、高かった血圧も低下して、高圧が減量したということで、糖尿病、心筋梗塞、心不全、腎不全、意識消失と死を意識するほどの怖い経験をして、肝が冷えたねっていう話をしています。で、次は、不安感を理性でコントロールするということで、非の理性を持って不安感を、抑制していこうという、試みなんですが、これは最後の症例ですが、自閉症の方ですね。32歳の女性で、主訴が、自分は変な匂いがするんだと言って来られました。で、数ヶ月前から体から湧き上がってくる匂いに気づいて不安になって受診しています。近くに寄って匂ってみましたけど、特別何の匂いがするわけではないと、一応説得しましたけども納得してくれません。で、黒いカーテンが起きられてたんですけど、犬の毛らしいものを発見しました。で、あなたは犬を飼っていますねと。その犬があなたのそばに寄ってきた顔を背けるような動作しますかって聞くと、いいえって言われました。で、犬の嗅覚が人間の1億倍敏感だということをご存知ですか？もしあなたから変な匂いがするなら、あなたの犬はあなたに近づかないんじゃないですかっていうと、深く納得して帰ってきました。薬は処方しませんでした。異性変異っていう、ことが、皇帝大典の中に出てくるんですけど、江戸時代の今泉玄侑という方が非常にこの件に関しては有名で、ある人を正浪に白紙、違反活動を覚え、長津橋の水を飲んだが朝になってその水に棒蔵の湧いているのを見て、ノイズ状態になってしまったと。で、そこで、病院に酒を飲ませ、あらかじめ、壺の中に赤い糸くずを入れておいて、登剤をやって、その壺の中に吐かせ、その吐物の中に赤い糸のあるものを見せて、これで全部棒蔵を吐き出したから、もう治ったと説得して、治したという話が載っています。以上です。ちょっと早くして申し訳なかったですけど、大体お分かりだったかなと思いますが。ありがとうございます。だいぶ時間をオーバーしましたけど。ありがとうございました。パチ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 。時間がオーバーしているので、生島先生はいつも出ていただいてますから、お忙しい時以外は。質問がある方は、僕の火曜なんて自由時間なので、そこで質問投げてもらえば、場がつながると思っています。編集長、あと数分でお休みっていうか、やめにしたいんだけど、特別な質問とかあるかな、これ一人だ。6月25日に、生島先生と、竹越先生と、新見先生で対談するので、その時に、いろいろご質問とか、出していただけるとありがたいかなと思います。はい、わかりました。それで行きましょう。それで今日生島先生に発言してもらった漢方 JP の使い方で、これは先生も、
指定関係なんか全くないんですね。はい、漢方は上手に使えることをみんなが勉強すればいいし、いろんな演者が出てきて、吸収できるものは吸収して、波長が合わないものはパスすればいいので、そういう自由な場ですから、ぜひ、いろんな先生方が出ていただいて、盛り上がって、漢方の裾野が広がればいいと思っています。福島先生、本当に貴重なコメントありがとうございました。はい、いえいえ。ありがとうございました。対談でいろんな質問楽しみにしてますので、今日はなしということで。では皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。